米田さんも意見としてある。いやでもあのタマさん、僕ね1月例えば2日とか3日だったら、ひろきさんの言ってることが100万パーセント正しいと思う、はい、うん、でただこういうこと言うとさすがにまたこれも言いづらいことなんだけど、今もう10日近く経ってこっから先義援金がいくら増えるか増えないかと、例えば人命救助ってことを最優先に置いた時に、今から義援金の金額が増えることと減ることと助かる命の相関関係ってもはやほとんどなくなってると思うんですよ、うん、そういう、そういうところで考えてた時に、そろそろそういう話をしてもいいのかなっていうのはグラデーションとしてはありますよ。あの命の大切さと天秤にかけるとこれはややこしくなる、うん、もう一回切り離すと、うん、さっきも言った通り仮設住宅を作り始めてます、それから二次避難をさせようとしてます、うんうん、こうなってくるとその先のことをイメージした数確保して作ると、まあ、だからやっぱり議論を、うん、あのしなくても行政は考えてます、僕も絶対いうことなんだと思います。でも、はい、やっぱり有権者だからあれなのは、広瀬さんが言ってるのはその人命救助は例えばもう無制限にお金をつぎ込む、まあ、それもちょっとまた議論があるんですけど、うん、言いたいのは誤ったシグナルとして復興の義援金が過大に集まって、日本全国からの資源配分として本当にこんだけお金が限られている中で正しく資源配分されるかっていうと、逆に言うと若干もうそろそろ過大に能登に対して他に困ってるところ、逆に言うとこれ議論しとかないと行政が勝手にやるっていうことになるっていうのも一つ議論としてあると思うんです。つまりそれはイメージしながら二次避難を考え仮設住宅を作りになると思うんですよ。だからそこを見せないとただ作ってる数も全然違うし、ね、ことだとは思うんです。あ、さあ、で、あとその行政がって言うけれど、うん、まあそれこそ行政だって常に世論を見てるわけですよ、うんうんうん、そんな行政ってそんなに天才的なものじゃないですから、でそういう意味でそのちゃんと民主社会ですかね、我々常に我々がその議論をしていくって何も悪いことじゃないわけで、さらに僕はそのひろきさんに思うのは、義援金が減るってそれはあなたの一懸念でしかないわけです。別に本当に義援金減るかどうか分かんないですよ。だってちゃんと、いやむしろあのこういうね、あの新しい取り組みとして移住にこれから支援しますと、あのちょっと町場に行っていただくことにむしろ公的に支援してしますと、だからあのお金足りませんからちょっと義援金お願いしますって言ったら、もっともしかしたら増えるかもしれないじゃないですか。なんか自分の勝手な懸念をまるで撤退かのように言って、しかも議論すんなみたいな話ってちょっとね独善が過ぎると思うよ。はい、